連日お伝えしています。夏の甲子園を目指す高校野球の注目校です。今日は今年春の香川県大会を制した丸亀城西です。目指すは5年ぶりの甲子園出場、そして大舞台での初勝利です。夏の県大会を前に今打撃に磨きをかけています。打撃練習で快音を響かせる丸亀城西のグラウンドには守備をする選手の姿がありません。夏の大会直前のこの日、練習のほとんどをバッティングに費やしていました。一球一球強く振ったり、初球とか、初球と最後は絶対強い打球打ったり、守備も楽しいんですけど、バッティングも。今年春の大会を制し、5年ぶりの甲子園出場が見えてきた丸亀城西の持ち味は攻撃力です。1番2年生の新井選手は優れた選球眼を持ち、続く木村選手とともに高い出塁率を誇ります。塁出てチャンスの状態でつなぐっていうのが今一番の役割だと思います。やっぱフォアボールでもいいんで、やっぱ粘って粘って出ることが一番大切だと思います。溜めたランナーを返すのはクリーンナップの仕事。3番のキャプテン上田選手は長打力に加え、チームナンバーワンの打率を誇る好打者です。パワーがある4番の藤田選手は春の大会決勝戦で勝利を決める逆転打を放つなど、勝負強さも兼ね備えます。冬場ずっとトレーニングとかバットの振り込みとか、誰よりもやってきた自信があったんで、夏はどんどん攻めていきたいなって自分の中では思ってます。全部取ろうとすると全部抜けてる。はい、はい、今年から指揮を取る宮崎監督が掲げるのはつなぐバッティング、チーム一丸での勝利です。自分で決めたいかもしれないんだけど、次のバッターにつなぐ意識を持つことで、1点でしか取れないところが2点になり3点になりっていうところが出てくると、ある程度ピッチャーがと、野手が失点を抑えてくれたら、おのずと勝てるんじゃないでしょうか。守りの要はエースの川田投手。入学時から球速は20キロ上がり、マックス143キロに。多彩な変化球と緩急を織り交ぜたピッチングで打ち取ります。2番手の角藤投手はサイドスローからの変化球を武器に、春の大会では防御率 0.64、 継投策で相手打線を封じ込めます。ピッチャーが点取られて打撃で勝ってるチームなんで、そこはやっぱり夏はピッチャー陣が抑えて守備も硬いんだぞっていうのを知らしめたらなと思います。目指すは県大会春夏連覇、そしてこれまで丸亀城西が成し遂げていない夏の甲子園での初勝利です。自分たちの持ち味である攻撃力を生かして、どんどん前半戦から点を取って、自分たちが夏の甲子園出場して必ず1勝をつかみ取りたいと思います。甲子園を目指す球児たちの熱い夏、打撃力を磨くためひたむきに白球を打ち込む丸亀城西です。